アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランドに生まれたアニメーター、プロデューサー、映画監督、脚本家である。1946年、オレゴン州ポートランドに5人兄弟の一人として生まれる。ポートランド州立大学でグラフィックデザインを学び、1968年にニューヨークにあるアートスクールへ編入した。同ではアニメーションび漫画技法を学び、 1969年に卒業している。その後はイラストレーターとして大手雑誌や新聞で活動を開始。政治を風刺した内容のイラストなどで徐々に自身の確固とした世界観を確立していく。その後、イラスト以外にも短編アニメーションの制作も行い、1987年に制作した短編ユアフェイスは、 アカデミー短編アニメ賞にもノミネートされた。また2004年に制作したガードドッグも同賞にノミネートされたほか、2001年に制作した短編アニメイートがカンヌ国際映画祭のカナルアワードを受賞するなど、制作した短編アニメ作品では他にも数々の映画祭などの賞を受賞している。アメリカ本国ではプリンプトンの短編作品を収録した作品集、 プリンプトンズなどが発売されている。日本ではすべての作品を見ることはできないが、1997年に制作された長編アニメーション、スーパー編イハネムーンはソフト化されたほか、広島国際アニメーション決作戦でも数本の短編が収録されている。また2008年には、オムニバスアニメ映画、東京オンリーピックのラブレースという短編作品で、 日本のアニメ映画にも参加している。また、日本国内の映画祭でも短編作品が上映された。独特の世界観で過激で際どい描写もあるのと、インデペンデントな印象もあるためか大衆向けの媒体で作品が登場することはなかったが、近年では、FOX テレビの長寿アニメ番組、ザ・シンプソンズのオープニングシークエンスを担当するなど、一般的な作品にも参加した。 アニメ以外でもドキュメンタリー映画や実写映画などの監督も務めている。2005年に制作された実写のドキュメンタリー映画ファックではアニメーションパートを担当した。グーニーズなどで知られる女優のマーサ・プリンプトンは登園にあたる。2011年に同じくイラストレーター兼アニメーターのサンドレン・フラメントと結婚した。アーカイブされたコピー。 2012年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年4月16日閲覧アーカイブされたコピー2012年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年4月16日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ w w w e f i l m c r i t i c c o m スラッシュ feature.php フィーチャーイコール三百八十七ハット httpwww.cartonblue.com、カートゥーン、カルチャー、コングラチュレーションズビル・プリントンサンドレン、フラメントマイナス五万四千四百六十二 h t m l ありがとうございます。